どうも、キスクです。本日はこちらの身勝手のユニークフラグメントが、2つ Z を作ることができたので、こちらの方をはい、キラベジと身勝手につけて、戦っていこうかなと思います。まあキラベジに関しては、射撃タイプなんで、まあ、スロットさんあんまり恩恵受けれないのかなとは思うんですけど、まあそれでも火力高いことには間違いないと思うし、身勝手も射撃タイプやけど打撃の方が火力高いんで結構強く使えるんじゃないかなと思います。まあ、なので身勝手とキラベジは確定選出で、あと1体バドスか、まあ、復活ブルー悟空かっていう感じで立ち回っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。再生パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。あーバドス出すかすげえ悩ましいけど、まあ出していこう。 OK、 黄色の通りがいいね。さあユニークフラグメントの力を見せてくれ身勝手。身勝手まだまだ強いと思うんだよな。最悪危ねえ。はい、速圧入っていく。ナイス。オッケー。これは打撃圧先に消化しとったんで待機カウント回るでしょう。ドーン。回らないのか。危な。はい、よーし、ありがてえ。これ相手がキャラチェンするとアーツドローしてくれるんで、コンボがさらにつながってくれると、これは強いよな。ただ相手硬っ、ガチガチやないか。はい、まあブーに対しては近づいてくんな近づいてくな。はい、身勝手の特殊カバチェンも強いと思うよ俺は。はい、入る。そっちで受けんのか。来ないか。めちゃくちゃ見てくれやめて。おわめちゃくちゃ見てくれやん。あー最悪最悪だ。くそマジかよ。ちょうどユニークゲージ切れた。めっちゃ見てきたね。恋するまで5センチの距離。うまビャうめい。いやーこの人めっちゃ見てくれ。間に合っていくおかしな話やで、これ間に合うの。見すぎなんだよとりあえず。タックルはない。はい、最悪。いやー最速はねつらいな。ヒューひらりと身をかわしていく。なんでそっち交代禁止をわりかし雑く使ってくれるのはありがたいなマジ見すぎやろ。どんだけ見てくんねん。照れちゃう。はい、ドラゴンボール回収。いや必殺アースにドラゴンボールついてるのちょっと嫌やな。あー美味しい。はい、ライジング。 OK。 いやさすがに落ちると思うぞ、有利属性やし、いくら魔人ブーや言うて。いけるね。
いや、再生パーティーマジでしんどいわ、戦ってて。ああ、よくね。ただキラベジ硬くない？なんでこんなキラベジ硬いんだ？すごく硬いです。ただピッコロコンボつながりすぎじゃない？こんだけつながんの？はい、オッケー、いいよ。まあここキャラチェンしてきたら身勝手に交代できるんで何も問題はない。火力稼いで。いや硬いわマジで硬すぎるよ。いや2周目か。まあ1周目読んだからね必殺技持ちすぎさすがに2連チャンはなし。うん、どうしようかね。合わせて。危なラッキー、打撃キャンセルに入っていく。これは究極アーツ打つしかないな。いや落とせないよな。硬すぎじゃねえ前回覚醒のピッコロ。これで終わりだ。落としてくれればマジで神。いやー惜しい。いやさすがに打たないよな。あー美味しい。めーうまい。時間切れじゃねこれ。入る。時間切れやったら多分ヨダメ買ってると思うけどな。ただ相手ライジング2回打ってるんですよね。2回目通ってるから、わからないな。わからんな。撃て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 。ええー、ああ、よかった。わりかし余裕あったな。さあ、マッチングしました。髪の毛パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。いや、時間切れまで戦うとマジ疲れるな。すげえ疲れる。しんどい。しかも相手が再生っていう。なおのこと嫌ですね。うん。対戦お願いします。さあ。いや、身勝手いい方さ。悪くないよ。ナイス。あ、やべえ、最悪。やらかした。これはこっちで受けないと。噛み合っていく。はい。いやー入る。美味しいな。ああマジ？あ押しちゃったよ。最悪ラッキー。ラッキーラッキー。気にしない気にしない。一休み一休み。はい、はい、いやー特殊アーツじゃないんか。いやーこれキャラチェンしたくないなー。アーツ持ってこられちゃうんで。キラベジンなんか知らんけど硬いからこのまま受けちゃっていいんじゃないか。ライジングは打たないよね。打てないよね復活いるから。よし、いやライジングでよかったライジングでよかった。最悪ビッチョンちゃん。これまたキャラチェンしない系。あーまあ相手も分かってるよな。キラベジ使ってるもんな。撃っちゃおう。じゃあ引かざるを得なくしよう。よし、どん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 。いい火力。
時間稼ぐをブロリーさんだを、はい、そがつよーし。いやはい、あー最悪。いや落ちないっしょ、落ちないよさすがに。これはラッキーと見よう。落ちない落ちない、だ有利属性やし、そもそもが落ちるはずもなく。大丈夫、ああ、危ない、ああ怖え、怖いんです。おい、なんだそれ、どうしようか。あ、やべ、あ、ラッキーこのライジングやべ、キャラチェンしてなんとかしないと。よし危ねえ危ねえライジングどっか行くとこやったわ。ひぃ、ヒヤヒヤしたぜよく見てるね。はい、さすがに死なないはず。うん、使っちゃおう、撃っちゃえ撃っちゃえ、よしナイス。ああ大丈夫、キャラチェンして、はい、オッケー、ようやく皮外した。ふう、疲れる再生パーティーの次は復活キャラとこう長いこと戦わなあかんのか。まだ4ダメ下がってなかったか。いや、なんかライジングありそうじゃない、ない、はい、あ、ライジングやめて、あー美味しい、最悪、あぶねえあぶねえ。身勝手こういう時マジで強くね、マジ強いんですけど。よいしょ、よし、あ、遅い、またこれ時間切れなんじゃないの、マジかにしてくれや、2試合連続はないだろう、しんどすぎるんですけど。マジないわ。まあでもちょっととりあえずライジング一発目は当てとかないと、これ四段目負ける、入る、あーラッキーやわ、こいつはラッキーだ。あ、これは有利属性でライジング取ったから多分勝てるんじゃない、時間切れまで耐えるわ戦略的撤退、身勝手で時間稼ぐぞ、やったるで、頑張るよ、逃げるかも、あ、最悪、ラッキーやめて、通常出ていく、ナイスナイス、あ、やべ、こう入れ、あ、あー、あー、しんど、はい、皆さんお疲れ様でした。今回は身勝手が映ってるユニークフラグメント Z を2つ、厳選し終えたということで髪の毛パーティーに使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、もう2試合連続時間切れはマジでしんどいわめちゃくちゃ疲れましたね。はい、まあこのフラグメントほんまに強いんですけど、まあ激渋、
すごい消しゴム使う羽目になるとは思うけど、まあ厳選しといて損はないかなと思うんで、よければ厳選してみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。